先生、我々選手一同は新幹線の精神にのっとり一歩前に出る勇気を持ち正々堂々戦うことを誓います。平成28年5月1日選手代表浄土会浄大神おっす。またできて嬉しかったです。またもう一度できたらもう一回勝ちます。あー嬉しいです。何回も新空手で出ているけど優勝したのは初めてだったので本当に嬉しいです。初めてのトーナメントだったんで緊張したんですけど優勝できてよかったです。ずっと練習頑張ってきたんでそれが報われてよかったと思います。